はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、つけ麺鉄さんの本店にお邪魔しております。というのも、このね、つけ麺鉄さん、まあ僕もお店で何回も撮影等でお世話になっておりまして、かなりね、こう有名なお店ではあるのですが、今回この本店限定でつけ麺のね、つけ汁、こちらがね、だいぶ濃厚になったと、まあ、つけ汁のね、変更があったということで、早速ね、お店の方に伺いました。今回いただくのは、つけ麺を2種類で、ラーメン2種類の混ぜそば1種類と、計5杯にチャーシュー丼なんかもいただく予定となっておりますので、メニューの方が来るまで少々お待ちたいと思います。はい、ということで、ただいまね、1品目到着いたしました。こちらがね、通常のつけ麺となっております。もうね、すでにだいぶ濃厚な豚とね、魚介の香りがもうここら辺に充満しております。お腹すいたんで、早速食べていきましょう。よし、いただきます。こっちがね、このつけ麺の丼でございます。これ今回ね、変わったそのチャーシューらしいですよ。釜焼きになってるらしいんで、これもめちゃめちゃ楽しみ。ひとまずね、この麺だけで、やっぱ麺はチャーシューと、うん、まっ。ではこのつけ汁に出して、めちゃめちゃ濃厚。だいぶね、この豚感っていうのかな、動物感がかなり強まってて、めちゃめちゃ濃厚だよ。ということで、続いてこちらが2杯目ですね。取り付け麺でございます。いや、すっげーのよ何がすげーって、鶏のね、香りがものすごい。はぁ、そう、それでは早速いただきます。で、こちらね、取り付け麺の方は鶏茶になってるんですよね。先ほどのはこのね、豚を使った大判なチャーシューだったんですけど、こちらの方は、まあ、鶏チャーシューね、焦がしの香ばしい鶏肉になっております。さっきも食べたんだけど、やっぱりね、麺がうまいからさ、練習したよこれ。ちょっとこれ見えるかな、鶏チャーシュー、うん、これチャーシューやばいわ。そしたらこの鶏の方にもドボッと。ああ、うまそう。よいしょ。これうま。鶏のこの旨味の層っていうのかな、味の厚みがすごいよ。
はい、ということでただいま3杯目到着いたしました。3杯目が混ぜそばでございます。で、この混ぜそばにはね、こちらのタレがついてるんで、先にね、これすべてかけていきましょう。もうさ、めちゃめちゃうまそうじゃないこれ。やばいよね。いいよっちょ。これ絶対うまいやつだ。結構まろやかめの醤油感に背脂のね甘みとかも入ってて、かつこのね黒胡椒のね香ばしい香りがあるんで、結構ガッツリめの味付けなんですけど、重くないね、不思議と。ただ食べ応えはねしっかりあるんですよ。これがねうまい。うん。そしたらこの卓上にある見えるかな、特製の柚子八味、こちら使っていきましょう。はい、ということでただいまね4杯目到着いたしました。こちらね中華そばでございます。もうねメニューが来た時から魚介系のねこのいい匂いがファッときてるんですよね。めちゃめちゃうまそうなんで、伸びる前にね早速慣れていきましょう。いただきます。ひとまずこのスープから。スープ自体はね、かなりスッキリはしてるんですけど、こう煮干しのね、苦味っていうのが効いてて、なんかね、もう懐かしくてすごくホッとする味。中華そばってこんなうまかったでしたっけ。いいっすねこれ。はい、ということで次が到着しました。これはねご飯物になるんですけれども、釜焼きチャーシュー丼でございます。今回のそのチャーシューのね変更に伴ってこのご飯物も変わったそうでございます。いや、ね、めちゃめちゃうまそうだよね。もういやいやこれ反則じゃないこれ、やっば。ずるいうまい。スープ取っといてよかった。めちゃめちゃ合う。はい、ということでこちらがね最後のラーメンでございます。こちらのメニューが、2月から限定販売される辛味噌崩し鬼油中華そばでございます。こちらのメニューなんですけれども、テツさんのね、まあ、一部の店舗を除く全店舗で限定販売するそうなので、ぜひねこれも気になった方は食べに行ってみてください。これやばいでしょ、絶対うまいと思うんで早速ね食べていきましょう。いただきます。でもこれさ、この見えるこれ
背脂ね、ずるくない？これもうやばいよね。背脂をまとった塩ベースのスープ、絶対うまい。最高に太れる味してる、マジうまいこれ。やっぱりあーこれ、いやーこれもうね、うまい。もうスープだけどうまい。麺いっちゃうよ麺これ。うわ、限定か、デフォルトで食いたい。ずっとあってほしい。うん、ごちそうさまでした。